11月4日月曜日午前10時から東梨の八丁目ふれあい広場にて東梨の八丁目町会ふるさと祭りが開催されました数日前の雨の影響で準備が順位したために1日遅れの開催となりましたがしっかり養生された緑の広場でたくさんの方々がそれぞれ楽しんでいました梨野市の市政施工の年に東梨野と地名がついて共に70年 この地はかつて江戸時代は牧場明治時代からは旧日本軍の演習場でした戦後食糧難を克服するための農地開拓で移住されてきた先人によって現代まで発展し続けてきたのが東奈良市野です中でもこの八丁目地区の歴史には喜怒哀楽たくさんのエピソードがあるそうです 地域の祭りにはこういった歴史を伝統として若い世代に引き継いでいくという目的があり交流の機会として貴重です。参加された皆さん、運営に携わった皆さんお疲れ様でした。